今日は難民についてお話をしたいと思います。川越です。最近ですね、うちの事務所の方にも難民のビザの問い合わせというのが結構来ています。ほとんどはですね、スリランカとか、パキスタンとかネパールなんかが多いんですけれども、実はですね、これほとんど難民認定というのはされないです。実際に、2年前のデータで言うと、7600人ぐらいの申請者があって、認定されるのは27人というデータが出ています。もちろん、認定されなくても人道上日本滞在が認められるケースもあるんですが、それでも100名前後というデータになっています。これなぜこんなに難民とみんな問い合わせをしているかというと、おそらく噂だとか、あるいは同郷の仲間からの話だとかですね、あるいは悪質な場合はブローカーが入っていて手数料を取っていたりということがあるのかもしれませんが、そういった事情がありますので、難民申請というのは少し気をつける必要があります。もし難民が取れればですね、それは日本に定住することができるんですが、取れなかった場合、なぜそういった申請をしたのかだとかですね、これまでの事情を聞かれてですね、他のビザというのを説明しにくくなることもありますし、何よりですね、本来難民が取れるべき、シリアだとかですね、戦争が起こっている国の難民の人が非常に手続きが滞っていてですね、たくさんの人がしていますので、入管の方も人手不足になって手続きが遅れているというような事情も、ありますので、本来の難民申請というのを、しっかりと考える必要があるのかなというふうに思います。